ヤクルト対巨人が雨天中止。プロ野球、ヤクルトは29日、この日、神宮球場で行われる予定だったヤクルト対巨人を悪天候が予想されるため中止にしたと発表しました。また、ヤクルトは翌日にマツダスタジアムで行われる予定だった広島戦も中止が発表されていて、台風の影響で2日連続の中止となっています。中止か勝ちパターンの登板増えてたし、ラッキー今日移動できるならした方が良さそうだけど、他の乗客もいるだろうし、チケット取れるんかな。ハマスタと千葉マリンまだ中止でないのか。メンデス残念だったのはしゃあない。中止の決断はええな。ジャイアンツナインは関西に移動できるねか。果たして昨日一昨日と中継ぎ使ってたから正直中止はありがたい。今日中に関西移動なら金曜日の甲子園できるな。横浜スタジアムの中止発表してないし、阪神が移動できるかの問題はありそうじゃね。体勢休めるし、浅野足自打球当たったから助かる。これ明日の甲子園も中止だよな。ローテがええ具合に再編できるチャンスだな。台風がめっちゃ遅いんだよな。予想では土曜の朝でもまだ関西周辺だし、こりゃ甲子園も加熱地中止あるで。明日の新幹線運休決まったのか。中止か、中継ぎ、体勢休めるな。ここのところ当番方だったしよかったわ。これはナイスすぎる中止。神宮は中止って出たが、横浜はまだ出てないな。今日はドーム以外は全滅かな。ご視聴ありがとうございました。